スノーマン阿部亮平、ライブニュースイットで、水族館の SDGs、大ガチャピンと取材スタジオで生報告もスノーマンの阿部亮平が、ライブニュースイット、8月31日放送会においでえん。SDGs 特別企画が放送される。月に1回、定期出演する、マンスリースペシャルキャスター、として、SDGs 特別企画に出演中の阿部。9回目の放送となる今回のテーマは、水族館の SDGs。プラスチックゴミや工業排水による海洋汚染、過剰な乱獲などの影響で海洋生物の個体数は、1970年からの40年間でほぼ半減しているという。海の豊かさを守るために水族館ではどういった取り組みが行われているのか、阿部は、イットのお天気キャスターであるガチャピンと共に、墨田水族館を取材。まず、阿部とガチャピンが向かったのは絶滅危惧種、アオウミガメの水槽。絶滅危惧種を人の手で、どう育て、どう守るかを調査する。また、今年生まれたばかりのマゼランペンギンの赤ちゃんとの触れ合いを通じて、水族館ならではの徹底した健康管理の楽しさと難しさを学ぶ。さらに、墨田水族館で人気だというクラゲの生態を余すことなく見られるラボも取材。ここでガチャピンは、クラゲが大きく成長するのに欠かせない餌やりに挑戦する。そして、水族館の生き物にとって重要な海水を海からの輸送ではなく人工で作る仕組みも調査。水族館の最新の取り組みから、阿部とガチャピンが海の豊かさを守るために必要なことを見出す。今回の出演でも阿部は、気象予報士の資格を活かしてガチャピンと共に天気コーナー、空読みを担当する。阿部亮平、スノーマン、SDGs スペシャルキャスター、コメント、人を楽しませるだけでなく、生き物を保護するという重要な役割も水族館は担っているのだと改めて実感しました。生き物の姿にたくさん癒された今回の取材ですが、何もしなければ絶滅してしまうかもしれないと考えると、海を守るために何ができるだろうと普段の意識も変わってくるように感じました。チーフプロデューサー渡辺貴、フジテレビニュース総局報道局、コメント、今回は阿部さんに、水族館の SDGs を取材していただきました。海洋生物がほぼ半減という厳しい環境変化の中で、将来的に日本の食卓から魚が消えることも危ぶまれています。海を守ることは、日本の食文化を守ることにもなる重要なテーマです。阿部さんとガチャピンの息の合った取材をきっかけに、多くの方に身近な問題として捉えていただければと思います。